さ今日はな、別にあの普通に撮影しに来たけど、なんか思い出してあ、買ってきます高いのにした3高いわ。2020年の10月に日向と西成に撮影するようになって、はい、そっから西成で日向も俺もめっちゃ友達できて、ホームレスの方たちもめっちゃ多くて、いろいろ言われたけど、なんかそういう垣根みたいな、ホームレスやからなんとかとか、俺も実際ホームレスやった時あるし、なんかそんな関係ないと思うねんな、うんうん、ちょっと今日は友達に会いに来ました。はい、現状をみんなに知ってもらうことでなんかできることがあるんじゃないかって思うね。実際な、大阪市内だけでも1000人ぐらいおって、それはホームレスだけであって、生活保護を受けてる人とか合わせたらもうもっと苦しんでる人がおってな、まあ、それをみんな自業自得って言うかもしれへんねんけど、俺はそういう風には思ってなくて、みんなそれぞれいろんな事情があってその結果にたどり着いてるわけやんか。実際俺もホームレスを経験してるからわかんねんけど、じゃあ政治家になって国を変えろよとか言うてくる人もおるけど、そうじゃなくて俺は俺のできることをやっていこうっていうのでやってるから、動画を通して伝われば嬉しいし、それで一人でもほんまにたった一人でも気持ちが救われたら俺はそれでいいと思ってるから。でもせっかくな、まあ、友達になったとしてもこうしてやっぱり身寄りがなくて、でやっぱ引き取ってくれる人もいないと。まあ、なんもなんもないけどな。な、はい。いやほんまですね。だ思い出しますね、いろいろ。まあな、うん、こうやってあの忘れられるのが嫌やな。死んだらさ、もうみんな忘れてしまうやん。一生懸命生きたとしてもさ、死にたくないなって思う人生一緒にな、それも嬉しいな。重なる部分が多いですよね。俺もだって誰も気づいてくれへんかったら多分家族全員に死んでたと思うから、俺は受動施設入ってよかったなって思ってるし、その時は辛かったけど、今日撮影来てよかったな。まあでもこれがね、もう現実的なとこでもありますよね。小学校5年生の時に精神科医になりたかったけど、それが自分の母親を一対一で向き合った時に、この道は自分でできることじゃないなと思って、だから音楽を始めてんけど、だからみんなも絶対それぞれほんまできることってあるはずやねん。それを自分なりに精一杯やるだけで俺はいいと思う。平和を願って、なんかな、こういう辛い現実というかさ、少しでもなくなっていけばそれでいいや。うまいことできてる人が死ぬほど羨ましくて、できるなんだ、もしもできるなんだ、その一人なかった。努力の方法なんてどうわからぬまま、がむしゃらに頑張ってれば誰かきっと続けてくれる。ずっと信じて
生まれたこと自体が奇跡やから、でも奇跡っていうそんな一言でも終わらせるつもりないから、まあどっちが先に死ぬか分からんけど、生きてる間に思い出と伝説作って、俺がエンターテインメントにそのヒップもさがあってはならんって言ってるのは思い出作りやんか。お金がある人だけが思い出作れるっていう、悲しいやん。だからこそ入場無料ライブハウスツアーに挑戦したりとか、今後もなそういうことに挑戦していくから、初心は忘れへんし、そのスタンスは変わらへんから、これからも一緒におもろいこと探しに行きましょう。ということでちょっと撮影行くか。ありがとう日向。そしてこちらこそありがとう高島さん。また会いましょう。また来ましょう。うん、はい、ほななー。